第3試合30分一本勝負、まずは赤コーナー全日本女子プロレス、三田悦子下田美誠両選手です。まずは下田選手から、下田選手はシングルを取ってこの勢いでタッグも取りたいというところですね。あ、今日なんかそういうやつなんですか。あのバット選手からカオル選手に変わったみたいで、でもやっぱり、そうですね。今日はどんな試合にしたいですか。LLPW の選手といつも当たってるんですけど、今日に限って当たらないってことでちょっとすごい残念なんですけど、でもやっぱり思いっきり LL の選手と戦う時のように思いっきりやりたいです。では三田選手、今大会唯一の全日本女子プロレス、同士の戦いというわけですがいかがですか。下田と同じように LL とのやっぱ試合で絡みたかったんですけど、今日は気分的にも、いつもよりは多分緊張はするんですけど、自分たちといつも気があれしてる人たちなんで、そのところをあれして頑張って勝ちたいと思います。頑張ってください。はい、続いて青コーナーです。インフェルナル薫渡辺智子両選手です。まず渡辺選手、カオル選手とのコンビということで、コンビネーション的には問題はないと思うのですがいかがですか。カオル選手とはあまり組んだことないんですけど、あのバットがいない分2人で力を合わせて頑張りたいと思います。カオル選手、今日はどういう試合に持っていきたいと思いますか。そうですね、対抗戦が多い中、自分たちの試合は同じ団体同士の試合なので、対抗戦とは一味違う試合をしたいです。はい、頑張ってください。第3試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー獄門と165パンチ渡辺智子。同じく155パンチインフェルナルカオル。赤コーナー、ラスカチョーラスオリエンタルス全日本チャンピオン145パンス、下田美誠。同じくラスカチョーラスオリエンタルス165パンス、三田悦子。レフリー、吉田真理子。第3試合です。全日本タッグ次期挑戦者チーム決定戦タッグマッチ30分一本勝負、三田悦子下田美誠組対インフェルナル薫渡辺智子組の試合となります。はい、斉藤さん、当初ですね、渡辺のパートナーがバット吉永の予定だったんですが、ね、はい、バットが、脊椎、はい、腰背中ですね、まだ怪我治らないということで、爆弾がね、そうですね、抱えていますので、まあ、NK ホールには復帰してほしいなというところでしょうね。はい、蹴りを使う選手だけなかなかこの腰の回復というのはね、ままならないものがあります。ただ代わりにインフェルナル薫選手が入ったことで、はい、ガゼンルチャルブレっぽくなりましたよね。何か一つ花がね、違うカラーになったかなという気がします。さて、早くも気の荒いラスカチョーラスが場外乱闘に持ち込みまして、花道までなだれ込んで大暴れです。まあ、あっちこっちですからね、はい、なんかあんまりどっちを見ていいかという気がしますけど、はい、怖いですね。あ、本部席にインフェルナル薫が叩きつけられました。気が荒いですね、ラスカチョーラスは。リング上では下田が渡辺を痛ぶっております。やっぱり悪役って感じがしますね。もう北斗に指示したことで完全にね、一カーも二カーも抜けたという感じがしますから、特にですね、はい、もちろん下田選手も三田選手も両選手も2か3か向けてるんですけど、もう本当に完全に吹っ切れたなっていうのが、ここ1、2か月の下田ですね。今絶好調じゃないかと思いますね。そうですよね、動きが実になんかその動きに散漫なところが全くなくなっちゃったですよね。だがありませんね、かける技一つ一つ全部パーフェクトに決める自信が、はい、あるんじゃないですか。はい、これになんかあれですね、刺激されて体の大きい三田選手がね、スケールの大きいやつをちょっとやってくれるといいなという気がしますね。十分に自力のある選手なんですけれども、もう体
というのは財産ですからね、はい、水谷にとって一番大きい選手ですし、はい、本当に大きくたって太ってるわけじゃないですからね、はい、本当に体格的には一番恵まれてますから、動ける選手ですからね、機動力もあります。自信満々の下田が渡辺を捉えております。攻めてる顔つきも凄みが伺われますよね。すごいと思いますけど、はい、ケバいって言うんじゃないですか。でもいや、そのケバさがいいんですよね。はいはい、おそらくですね、三田選手も今あのパーマかけながら髪の毛伸ばしてますよね、あの髪の毛の長さが下田と、あ、待って重い渡辺にはね、こういう意表をついた空中殺法があるんですが、やや重いという、はい、重い低いという感じです、はい、いや重いのはいいんですよ、はいはい、これはあのインフェルナル薫というよりは前田薫って感じがしますね。そうですね、昔懐かしいヒップドロップです。まあそのですね、はい、三田選手の髪の毛が下田選手と同じぐらいの長さになる頃には、きっとすごいチームになってますよ。はい、薫選手もね、はい、膝の手術でもって、年内はとにかく休業といいますか、ということだったんですけれども、ね、だったんですが、急遽また出てきちゃったというか、はい、あの怪我が悪化しないといいですね、頑張りすぎて。そうですね、はい、渡辺の方も先立っての韓国遠征で、右肘を痛めたというね、やはり怪我怖いですからね、はい、まあ、爆弾を抱えた者同士の危険なタッグ決定になってしまいましたけれども、色が黒いと、あれですね、はい、迫力ありますね、渡辺なんか。全くですね、今の突進ラリアットなんかもね、もっと豆タンク風の体を生かして喉元に決めてほしいところですけど、本当に豆タンクですね、はい、あのスタイルいい方じゃないんですから、そうですね、弾けるようなの技が似合いますね。もっと割り切ってね、そのあたり己を知って突進していってもらいたいと思います。割と応援しやすいですよ、あの渡辺なんか、ね、なんとなくとばけた表情がありますしね、憎めないキャラクターでね、飛びつき十字固めです。韓国遠征に行った人たちみんな日に焼けてますね。そうですね、本当に下田にしてもよく気がついたら下田なんかも、ね、はい、日に焼けてますね。これなんかだって大技になっちゃいますよね。そうですよね、見た独特の長身を生かしての、ファイヤーマンズキャリーみたいなもんなんですけども、まあなんか大技だなって感じがしますね。もう一つ伸び悩んでるのは結局何が状態でしょうね、見たの場合は。それこそ、先ほどの増田さんの言葉じゃないけど、はい、メンタルのやつじゃないですか。まあ、そういう意味でこの4選手はどうなんでしょう、今更全日本タッグという感じではないんじゃないですか。いや、まあしょうがないっていうか、なんていうのか、全日本男子のですね、そういうとアジアタッグみたいなもんじゃないですか。ですからベルトは取るべきだと思いますよ、はい、やはりそんなベルトがどうだって言ったら贅沢ですよ、ないよりあった方がいいとか。そうかもしれません、まあ、ないよりよって言ったらあれですけども、自分たちが取ったことによってベルトのグレードが上がるっていうふうに考えた方が、はい、ただ私ね、下田なんかもあの先日デビュー7年目にしてようやくシングル初体感ですね。それだけ大変なことなんですよ、チャンピオンを巻くのは、はい、結局何かこの名物タッグとしてですね、このラスカチョーラスにしても渡辺の場合はバットとのタッグが長かったですけれども、そうですね、バット選手と渡辺選手のスタイルがもう完全に、あの右と左に分かれてきましたから、ここはあのバットはバット我が道を行く、渡辺我が道を行くでいいんじゃないですか。的解消という形でね、あまりしかしタッグ戦線の名物となりますと、そのタッグ戦線に埋没してしまってね、ここのシングルでのこの飛躍の目を摘んでしまうというような、そんな危惧がなく私感じられてならないんですけど、いや、レスラーはいいようにいいように考えた方がいいですよ、物事、あまりね、危惧しないことですよ、ペシミスティックになるよりは、今日いい試合したことが、明日いい結果になるんですから。そうですよね、タッグもシングルもないですよ、そう振り言えば、はい、ああいう下田っていうのも本当いいですよね。対抗戦でもこういった連携ね、見たと見せましたけれども、ロープに潰す技も元気いっぱい、走っていくスピードが違いますね、ロープに。また走ってくる時のこっちに走ってきましたよね、今、顔が怖かったですね。そばに来た時、思わず斉藤さんが身を避けたときそんなことないですけど、ちょっと見ておりましたよ。いや、昔私、はい、下田選手のことケチョケチョに言ってたんですよ。でも、もう今はすごい良くなったなと思います。本当に変わるんですよね、レスラーって、何か一つ自信を持っただけでね。
渡辺の方はそういった点でどうでしょうかね。まあ、でも改良の価値は改良の余地ですね、まだまだあると思いますけれども、平成元年組でもやや一人で遅れてるという感じがしたんですけれども、でもそれは言っちゃかわいそうっていうか本人が分かってますから、それを今日どうしようか、じゃあ今日ベタになって明日ベタになって、日一日頑張れば良くなっていくんじゃないですか。さてこのタッグマッチでコーナーに戻ってきた渡辺選手、ちょっと右手震えてますよね、やっぱり、肘相当痛いですね、まだ感じはねしてないようで、震えてますもんね、しびれきちゃったんですかね。大カオルの鮮やかな裏カンラーですね、いつ見ても綺麗ですね、本当に歴史こち込み当たってではありません、長身のね、見た目見事に飛び乗って、それに軽量ってわけじゃないですからね、そうですよね、身長も体重もたっぷりありますからね、バランスを取れたからですからね、本当に仕事でこの顔は凄まじいですね、闘志を全面に押し出しています。声がガラガラなのもまた、すごいですよ、顔に似合うね、お得意のジャンピングネックブリーカーで痛めておいて、ここはとどめのミサイルですね、本当に技が決まりましたよね、今大技を決めました、フォールに来ました、2で返された、OK って言ってまた次の技に入るっていうね、本当に前場の流れっていうか前場スタイルってこういう感じなんだっていう試合をしてる、ね、赤い厚みのないね、動きが無駄がありません、よし返したか OK っていうのがいいんですよね、あれOK っつってまた次の技来ますからね。さあ後輩どもここにタジタジという感じのカオルですけれども、カオル選手今の逆エビ非常にきついと思いますよ、腰でなくて、膝の方がそうですね、フレンチマートミックホールドをカオルは返しました。渡辺とカオルのコンビというのは珍しいですね、6人タッグを別にします、そうですね、あんまり、組む機会は少なくはないですね、癒着炎になってますから、両選手とも、ああすごい、このような返し方もカオルならでは、どこからでも回転技入れるんですね、はい、ちょっとしたらムーンソルトが見られるかな、ムーンソルトが出るかと思いましたが、そういかなかったですね、8回を出ました、ネシ君体を入れ替えてカオルのジャーマンが来た、2ですね、2ですね、まだ3は入っていません、さあ場外乱闘で、ちっちゃい体で、渡辺のアシストを得てカオルが大今あれですね、背のちっちゃい渡辺が長身の下畳を一生懸命二人一人で二人捕まえようとしたところが必死のアシストでした、あれがあの人の味かなって気がしますね、何をやらせても微笑ましい、この空中のフォームがいいですね、いいですね、抜群のフォームです、でも膝が悪いですから、今はなんかやっぱり膝から落ちるじゃないですか、そうですね、あやっぱりちょっとケンケンしてますね、思い切って使ってはいますけれども衝撃はね、もう防ぎようがないですもんね、あんな高さから落ちてくるわけですから、おっがジャーマン返しのエルド、あこれはしかしお得意のタイガースペックスを狙われたんですが、渡辺が柔道仕込みの抑え込みで反撃です、今のは本当に裏の裏をお互いに書いたという感じですね、シャーマンズプレックです。渡辺もね、相手が下田みたいなこんな全面に闘志を。ああすごい。今大丈夫かな。見事なムーンソルトだったか。頭のあたりからヒットしました。かけた方も大変だったと思いますが、この連携はまずかった。インフェルナルカオルの。今はねプランチャーね。誤爆です。
見事な連携ですか、チョーラス、うん、素晴らしかった。素晴らしいですね、やはりこの辺り連携の差が今拍手もんでしたね。はい、押し込みパーカーは長身を生かしてのトペオカンコです。さあこの辺りで渡辺を料理ということでしょうか。リング下でカオルがうずくまっております。ダブルインパクトでかき、連携のピタリのボディープレス、あーよく返したね、よく返しました、はい。今のは本当にラスカチョーラスのなんか独壇場っていうか ね、 素晴らしい連携だったんですけど、さあ三田がファイヤーマンキャリーを狙ったんでしょうか。カオルのアシストでかろうじて返しましたが、カウント3はならず。でもレベル高い攻防ですね。そうですね、どうしても持ち味を生かしています。もうこれダメ押しで決めるって感じじゃないかな。カオルがね、場外に落ちてしまっているので、あーデスバレーボムが決まった。これは決まるね、やっぱり決まりました。鋭角的な角度で落ちました。今の三田下田組が要するに全日本タッグ、はい、長谷川伊藤組に挑戦するわけですよね。今完全に三田下田有利って感じですよね。有利な感じがしますね、今の経過を見ますと。もう実力的にものすごく安定したものを持ってますよね今。はい、安定して円熟に入ったと申してもよろしいと思います。ラスカチョーラス横綱相撲で渡辺薫の、まあ、急増コンビと申し上げては失礼かもしれませんけど、ルチャコンビですね、はい、ルチャコンビに圧勝です。第3試合、見事に勝利を収めました三田悦子下田美和両選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。苦しい戦いだったんじゃないですか。でもそんなやっぱり薫選手とか空中技がすごいんで、やっぱりそういうのに注意しようと思ってたんで、やっぱり作戦通りに来たんで、こっちもやっぱり話し合った通りに返せたなって感じで、別にそんな苦しいってほど苦しくないですけど途中、2人で、組んでの空中殺法見事でした。 ありがとうございます。練習の成果が出ました。そうですか。次、対戦するとしたら誰を狙いますか。次ってどこの人ですか、どこの人ですか。そうですね、全日本女子プロレスで、全日本女子プロレス、はい、山田トヨタがいいです私は。はい、やっぱ同期なんでシェアしたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。第3試合、残念ながら敗れてしまいましたインフェルナル薫渡辺智子両選手です。お疲れ様でした。一言お願いします。今日は絶対に薫さんと力を合わせて頑張ろうと思ったんですけど、自分が取られちゃったんで足引っ張っちゃったなっていう感じで。薫選手、いいところまで行ったと思ったのですが。そうですね、勝てると思ったんですけど、ちょっと最後がちょっと甘かったですね。ありがとうございます。